ですから観音様というのは音を聞く声を聞く人の話を親身になって聞いてあげる時その人は観音様なんでこうございます。え続きましては臨済宗遠隔寺派大本山遠隔寺館長花園大学総長横田南玲陛下にご報告をおわります。 皆さんこんにちはお待たせいたしまして。 鳥だそうでございます <laughs> 羽はないんですけれども鳥なんですねなんで羽がないのに鳥なんでしょうかしらね不思議に思いましてこれ、まあ、あの寄せでいうんだそうですねご存知でございましょうかしらんちょっと聞きましたら寄せの方でこの最後に話をする人があその日の売り上げのうちに一部を その場所を貸してくれた方に渡してあとはその日の売り上げを全部取るから取りって言うんだそうですね <laughs> いやこれはいい役だなと思いましたけどもあの分けるそうでございます <laughs> <laughs> 今困ってるんですねいい話だったではありませんか皆様ねもう 十分じゃないですか <laughs> 小池さんのお話ねもう小池さんのお話はあ何度も聞いてらっしゃる方も多いと思うんですけれども2人の方の別れを通して亡くなった人との対話ということをお話をくださいました。でまたあのこれ全然打ち合わせはないんですけれども。 それを受けたかのように細川さんが亡、ね、き人の声亡き人の生き方声泣き声を聞くというのを、まあ、よく調べましたねあの松尾芭蕉の句をよくあれだけいやいい俳句だなあとは私も思ってましたけれどもあそこまでこう深く掘り下げて。 この話になさるっていうのはいや素晴らしい話だなと思って、えー、感激しててあの今日私最後の話なもんですから、まあ、お二方の話を聞きながら何か話をすることを考えようなんて思ってましたら、まあ、聞き入ってしまいましてね。えー、それでこの いや何を話をしようかなまあ皆さんの顔でも見ていたら思い浮かぶかなと思ってこんな話をしているんでありますが、まあ、ですからまず申し上げたいことは一つ今二つの話を聞いて「鳥だからもっといい話が出る」っていうことは皆様の思い込みでありますそんないい話はもう出ません まずそれだけ伝えておきたいですねもう今私がなすべきことっていうとねいやこの場からいなくなるのが一番いいんじゃないかと思ってねそうするとこの小池さんが責任者ですからいやーすいませんもう一回やりますなんてねそ、えー、んなことを考えながら何か浮かんでくるかなと思ってるんですが弘法大師ですね、えー、こちらは「須磨寺真言集 大師様今あの今年はちょうどお大師様が生誕お生まれになって1,250年ということでう大変なこう盛り上がりというんでしょうかもう改めてこのお大師様信仰がすごいなあということを私どもも感じておりますま。 こんんななに盛り上がるものはないんです <laughs> 臨済宗で有名なのは皆さんどなたが思い浮かびますか一休さんってアニメで有名ですけれども、まあ、生誕を祝おうなんてあんまり聞いたことありませんしあ庵さんあれは漬物で有名でございますけれどもこれもあんまり聞いたことはありませんやっぱり日本の仏教は弘法大師。 えー、お大師様もうこれにかなうものはないんだろうとう思っております。でこの生誕1250年を記念してこちらのスマデラ様ではいろんなこの法要等々があって、えー、お伺いいたしましたところ秘仏の観音様のご会長があったとうなずいてくださっている方も 何人もいらっしゃいますお,お,お参りされた方もいらっしゃるんだと思います確かこちらの御本尊正観全菩薩は33年に一度御開帳するとお伺いしておりますがお大師様の生誕1250年ということで特別御開帳があったと 4月の23日でございましたでしょうかね私も空いてればお参りしたいななんてこう思っておりました。こういうふうに「秘仏」という仏様は日本にこういろいろとございます。そうこのお二方の話を受けて観音様の話をさせてもらおうかなと思ったんでこうございます。 亡くなった人との対話そして声なき声を聞くその後どうなるかというのを観音様の話につなげてさせてもらおうかと思っております観音様です。こちらの須磨寺様には本当にご本尊の召喚世音菩薩をはじめあの大秘殿にお参りいたしますと千樹観音十一面観音如意林観音純亭観音,観音馬頭観音 もう観音様だけでももっといらっしゃるんだろうと思います。観音様というと関西ではなんと言っても京都の清水様がやっぱり一番有名なんじゃないでしょうかしら。あちらの清水の観音様もこれまた33年に一度の御開帳ですね。あもっともあの途中に。 特別会長をなさるということはありますけれども原則は33年に1回です確か次があと10年だとこう思いました10年頑張れば次の清水様のあそこは千手観音様でありますにこの我々お参りする。 機会がこうございます33年に一度っていうとなかなかそれに巡り合うっていうことはまれでこうございますね。でももっとこの巡り合うことが難しい観音様が日本にございます。そしてそれはおそらく日本で一番有名な観音様ではないかと思います。浅草の観音様でこうございます。 浅草にお参りになった方っていうのは多いと思いますがじゃああそこのご本尊の観音様を拝んだという人は多分いらっしゃらないと思いますいや拝みましたよという人がいらっしゃればそれはお前たちと言ってその前にお立ちいただいている仏様でございますいつ頃あれはもう,もう奈良時代ぐらいでございましたかうんあそこで漁師の人が漁をしていて。 その網にかかったいろんな説がありますが一寸八分一寸八分というと大体5センチぐらいの観音様なんでだそうでうございます。それをお祭りしていると大変な霊見があるというのでお堂ができて多くの人たちがお参りするようになってそして今日のようなあの大伽藍があって。 中見世があってえあの雷門ですか大きな提灯があってというでもそのご本体の観音様というのはわずか5センチしかも見た人はいないのであります絶対秘仏といってご会長はないんだそうでございます。えー それでもあそこは何千万人単位だろうと思います姿も見えないのにあれだけ多くの人たちが今もお参りになっているといういやさすが日本一の観音様じゃないかなとこう思うのでございます。一一にによりますと明明治2年明治年新新政政府府なってその新政府のお役人が一度 あるかかかないかを確かめたと、まあ、でもそれを調べている時にこの役人の一人が亡くなったのではないかとかいろんなこれも説でございます。えー、でも本当に不思議ですよね観音様というのはその姿も何も見えないのにあれだけ多くの人がお参りに,参りに行く「なぜでありましょうか観音様というのはそもそも一体 なんでこううございましょうか観音様というのはいやどこにいらっしゃるのでありましょうかとまあこんな話を少ししてみようかなと思っております。いや観音様ならもう今言ったとおスマデ寺の大悲殿に」ってお思いになるでしょうがもっと近くいや今,今皆さんが頭の中で想像しているよりももっと近くに いらっしゃるのではないかな？っていうようなことを、えー、お話を進めていきたいと思うのでこうございます。あの小池容認さんがよく。病は1に出せですか？あ、あれもこの先ほどの朝子さんの話、なんかと通じるんじゃないかと思います。あの、そんなに関西の女性の方はお話になるんでございましょうか？え、ね、え。<laughs> でもそれはいいいこととなんだと思います、うん、まずこう観音様に出会う旅を順を追って話をしていきたいと思います。でそのところどころに小池さんやああの細川さんが話してくださったところとだいぶこう重なってまいります、うん。自分一人で問題を抱え込んでいるんじゃなくして何か人に聞いてもらう。 観音様を拝みそして私たちが仏教を学んでいくのはお互いのこの苦しみですね生きる苦しみいや苦しみのない人いますかといえば多分ないと思うんでありますももうあれば多分ここにいないと思うんでこうございましてその生きる苦しみをどうしたらいいのかとでそこでさまざまな教えがこうあるんでこうございます。 でまず第一は人に聞いてもらうと誰かが言っておりました嬉しいことは人に聞いてもらうと人に話すと倍になると悲しいことつらいことは人に話して聞いてもらうと半分になるとまあ本当に半分になるかどうかは分かりませんがそれでも何か少し。 心が軽くなるのは事実だろうと思います。まずやはり人に話すことによってそれには言葉にしなければなりませんので自分でこの自分の気持ち自分に起きている問題をある程度整理をすることができるんだと思います。そしてまた今自分がこういう思いをしているということを知ってくれる人がいると。 私が一人で悩んで苦しんでいるのではない私のこういう思いを知ってくれている人がいるとそれが安らぎに通じるんだろううとこう思いますですから困ったこと逆に嬉しいこと おとにかくこのご当地のご婦人様を見習ったらいいのかどうか分かりませんがとにかく人に話してみるというのは第一番でございます。ところがこの人というのはいつもいらっしゃる方はいいんですけれどもいや話したいことがあって家に帰ってみてもいや今日は誰もいないということもあるかもしれません。いいつもも話をしていても時には うるさがられてしまったりあるいは人には話しにくいというような悩みや苦しみを抱えるというのもこれもお互いでこでございます人に言えない悩みまあないに越したことはありませんがどこかで皆様も 思い当たるのではないかと思います。もうそういう時にはやはり仏様に話を聞いてもらうとう、うんえー、あの先ほど先ほど来お威い,いの話がこう出てまいりました。このお威い,いの話もぜひ、うん、お伝えしたいなとこう思います。これはうんある日本の精神分析の学者の方が。 日本とアメリカの女性で大事なご主人夫を亡くした奥様がどのように悲しみを乗り越えていくかどのようにこの悲しみを悲しみはなくなることはないと思いますがそれを抱えながらも現実の生活に戻っていけるか日本とアメリカの女性と比べて調査をしたことがあるんだそうでございます。 ますると日本の女性の方が早くにその悲しみを乗り越えていくことができるというこんな調査が結果が出たんだそうでございます。いやこれは決して日本の女性が情が薄いとか愛情が薄いってこういう話ではございません。まあ、それは情とか愛情という点は同じだということにしておきましょう。そんな大差はありません。 でもなぜ日本の女性はその大事な人を亡くした悲しみをそれを抱えながらも乗り越えていくことができるのかいろいろとこ考えたり調べたした調べた結果が老廃だそうでございますこんな線量がありました老廃になって前より離しているとああねあいも先ほどあの小池さんが 清公人の今の館長様の生前の40年よりも亡くなった後の20年の方の対話が深いと言われたまさしくそういう世界でございますお祝いがありますとこのお母さんはもう朝も晩もお話をするわけでございますいやお父さんちょっと聞いてくださいよと。 ああ実はうちの,もうあの息子がねとかですね「いやお父さん聞いてくださいうちの子がね今日はテストで100点取りましたいや運動会で1等賞を取りましたよ」とかもう朝2晩に、えー、生きている時と同じようにこの対話をしていると、まあ、これがこの悲しみを乗り越えていく悲しみはなくなりませんが抱えながらも生きていくことができる大きな力になっているとこういう 結果なんだそうでこ,うございますこの調査がもし仏壇屋がやってたとなるとこれはちょっとね眉つばもんになるんでございますが <laughs> あちゃんとした精神分析の学者の人が調査をした結果でありますから信頼に値すするとこう思うのでこうございますそしてまたおうちのお位牌だけではなくしてお仏壇だけではなくしてそういう時にお墓にお参りをしたり。 仏様にお参りをしたりそこ行っていろんなこの辛いこと苦しいことを神様仏様に聞いてもらうんでしょうこれは人にはいない言えないようなことでもお神様仏様はじっとこの耳を傾けて聞いてくださっているんでこうございますまあこれがお寺や神社にお参りすることのありがたいことであろうと思います。 ま,あまずはですから人に話を聞いてもらうとでそれから仏様にこの聞いてもらうおいいと対話をするそうしますと今度は仏様の声が聞こえてくるとこれが先ほどの細川さんのお話で深く皆さんも学んでいただいたところであります。あの私なんかも あのお葬式にお参りさせていただきますと私はねあの、えー、もう小池さんと違ってあの本当はね話はあんまりあの上あの、まあ、苦手なんですね、えー、あんまりですからよほど必要でないとそんなね話は自分からはしないんですがでもお葬式なんかの時に亡くなったおじいさんおばあさんのお孫さんがお参りしていると。 そのお孫さんににはおおお話すすするんでありまま孫、えー、孫ささんん必ずいっていうとそれはまだ小さい小学生だったり中学生だったりこれから先長い人生ねきっとねどこかでど,うどっちの道を選ぼうかなと迷うことが出てくると思いますとこれ人生必ずどっかでありますねどうしようかなと。 えー、こっちの学校にしようかあやっぱりやめて働こうかうんこっちにしようかこっちにしようか、まあ、そういう時にこそこのおじいさんおばあさんを思い出してお墓にお参りしてくださいとでお墓の前でじっとこう手を合わせておじいさんだったらどう言ってくれるだろうかおばあさんだったらどっちを選べば喜んでくれるだろうか とこう考えてみてご自分の判断の参考にしてくださいとよこう申し上げるようにしております。これ親ですとねなかなか難しいえ上の学校に行きたいけれども親を早く働けなんてこれ利害,か利害関係があの絡んでますから親なかなか難しいんですがあそういう時にそうしてみるとこれ冷静な判断がこうできるんです。まず お墓に行くとと静かなところですそこでその前で手を合わすと手を合わすということで心がこう穏やかに落ち着き静まるんでこうございますそうしておじいさんならあのおばあちゃんならどっち喜んでくれるかなと考えると冷静な判断がこうできるんじゃないかなとそれが仏様の声を聞くということにもなるのではないかなと思います。鎌倉に こうございますこれはあの決して NTT が建てた地蔵ではこうございませんで江戸時代からございます NTT の人も知れば宣伝すればいいんじゃないかなと思いますがドコモ地蔵もしくはドコモク地蔵とこう言われます。 不思議な名前のお地蔵様でございましてこれはこんな話が伝えられている私の大変好きな話でございます今もそのお地蔵様ございますお参りすることができます鎌倉の随仙寺というお寺の境内に地蔵堂があってそこでお参りできます私も必ずお寺に行くと手を合わすお地蔵様でございますそのお地蔵様をある方がずっと お,お祭りしていたんだそうでございますが家の暮らしが苦しくなってもうこの家をお地蔵様も置いて家を夜逃げして出て行こうとこう思い詰めたとそしたらその夜にお地蔵様が現れてどこもどこもどこもくどこもくと言ったってハッと気がついたどこもどこも。 ここが苦しいからといってよそに逃げたとしてもどこもどこもどこも苦であるぞとここだけが苦しいのではないどこも苦であるぞとここを逃げた人が向こうに行っていい目,いい目に遭うとそんな虫のいい話は世の中少ないと思いますどこも苦どこも苦とまあの先ほどの小池さんの話の受け取りようでございましょうね。 苦と受け止めるのか幸せと受け止めるのかでもそのお地蔵様の言葉を聞いてよーし頑張ろうと思って頑張ると何とかなるんだそうですねそしてこの今にこのドコモク地蔵というのは伝えられておりますこういうのは仏様の声を聞くということになろうかと思います聞こえてきますずっと手を合わせて 耳を澄ませていると聞こえてくるものでございますさあそしてこの最初に人に話を聞いてもらうから話が始まりましたああそしてお位牌に手を合わせて亡くなった方に聞いてもらう亡くなった方と対話をするじっと耳を澄ませて声なき声を聞く、ええ、まあここまでが。 先ほどの話でこうございましたさてその最後に観音様の心に通ずるところをお話ししたいのでこうございます。観音様というのは男性だと思いますか女性だと思いますかというと我が国日本の国では大半の人は女性だろうとこう答えます。 我が国ではと言いましたようによその国ではまた別なんでございます例えばタイなんかに参りますとどう見たって男性にしか見えない観音様のお像もあるんでございます観音様というのは別段男性女性というこういう性別があるわけではありません。え歴史上の実在しておりましたのはお釈迦様ただ一人で。 観音様が何年の何月何日に生まれて男性女性血液型は何型ということはないんであります。お釈迦様の悟りの心仏様の心を表したものなのでこうございます。じゃあその仏様の心,は心というのはどういうものかというとそれは慈しみ思いやりの心だと。 こういういうにおお経では説かれておりますそれでよくあの皆様も目にするのが「ひも観音」とか「地母観音」と言われる観音様が赤ん坊を抱いたようなお像というのをご覧になったことがあるんじゃないかと思いますあの赤ん坊をあやしている時そのお母さんは誰しも観音様でこうございます。なんとなれば そのお母さんは赤ん坊が泣いていると今お腹が減って泣いているのかおむつを替えてほしいと言って泣いているのかお母さんはちゃんとその声を聞いて分かるんでございます。観音というのは音というのは声のことであります声を見るんです。 え普通この我々の耳で聞くだけですとおぎゃおぎゃとしか聞こえないんでしょうけれどもお母さんは赤ん坊の心を見て取ることがこうできるんですね。えー、お母さんというのはですから赤ん坊を抱いてあやしているお母さんは誰しもみんなその姿は観音様でこうございます。まあ、ところがまあいつの頃からか。 うんもっとこの学校の成績が良くなってほしいとかあいい学校に入ってほしいとかあ何かこう欲望が出てきますというとなかなかその子どもの声が聞こえにくくなってきてそうなりますといろいろな問題がこう出てくるんでこうございましょう。でももともとはみんなお母さんというのは観音様の心そのものであり観音様のお姿 そのものもでこうございましたですから観音様というのは音を聞く声を聞く人の話を親身に,になって聞いてあげるときその人は観音様なんでございます大事なのは親身になって聞いてあげると私もこの円覚寺に来てまあ三十何年になりますが三十年来 仙台の前の館長様におそばでお使いさせていただきましたで、仙台がよく言っておりましたのは私のようにこんなべラべラしゃべるというのを仙台は嫌って、えー、余計なことはしゃべるなんてよく叱られておりました仙台の館長から教わったのはお坊さんというのは言葉は三つでいいんだってうんですあのかつて三後族というのがありましたがあれにかけて言ってました 言葉は3つでい何かというと第一「ああそう」これは向こうの人が話をすると「ああそう」「ああそう」「ああそう」と言ってとにかく聞くそうしてその話が一番最後の時に「いやー孫がいい大学に入ってよかった」といういい話であれば「よかった」 逆にこの辛い話大変な話であったならば最後に「困ったね」「ああそう」と「よかったね」と「困ったねと」とお坊さんは3つでいいんだと。 お笑いになりましたけれどもこれはあるカウンセラーの精神,精神科医の方は「これはもうカウンセリングの究極である」と言ってあの褒めてられるのを聞いたことがこうございます。人の話を親身になっていやその時によく言われました「余計な言葉を挟むなと」とついつい言いたくなると「いやそうは言うけれどもこうした方がいいんじゃないですか」と。 しかしそんなことは言わなくていいと。とことんとことんずっと聞いてあげるんだと。そして親身になってと言いましたように、辛い話の時は、その人と一緒になって、辛い気持ちになって、こちらも涙が誘われるような思いでじっと聞いてやるんだよと。それしかないんだよと。で、逆に嬉しい時は一緒になって、心から喜んで聞いてあげればいいんだと。それが お坊さんの理想なんだと、こうよく教えていただいたものであります。これが観音様の心であろうと思います。なかなか人の話を聞くというのは難しいことで、こう難しいことだと思いになるかもしれませんが、今皆さん一時からじーっと聞いてくださいらっしゃる。 観音様はどこにいらっしゃいますかそこに座っている皆様お一人お一人が観音様であります私は今この部屋いっぱいの観音様しか目には入りませんどうぞ今日は。 この観音様の心を持ってお帰りいただいておうちに行ったらですね今日はいい話だったもうたくさん話してあげてください,いや小池さんの話はよかった細川さんの話はよかったあとはどうぞこのお家で話を聞いてあげてください人の話をじっと聞いてあげた時あなたが観音様でありますありがとうございます。